日本兵庫県伊丹市藤野木藤野木は、兵庫県伊丹市の町名。現行の行政地名は、藤野木1丁目から藤野木3丁目。住居表示実施済み区域。2011年10月1日現在の人口は1322人。郵便番号664-0847。伊丹市中央部。北を、北河原の東を、大浅東桑津、南東を、 大技天心、南を東有岡、西を痛みと接する。小学校の校区は、富士の木1丁目が、痛み市立痛み小学校、2から3丁目が、有岡小学校に分かれている。中学校は、町内全域が、痛み市立北中学校の校区に属する。旧川辺群痛み町大技天心の一部、国鉄痛み駅に隣接して、 東洋ゴム工業伊丹工場が立地していたが、2002年10月10日に、東洋ゴムの工場跡地が再開発され、ダイヤモンドシティテラスが開業した。同年12月2日、大技天津により分離して、住居表示を実施し、富士の木1から3丁目の町底を設定する。大技天津の小技の一つであった富士の木を町明に、採用した。JR 西日本福知山線の駅に、 資金で、線路が、町域の西側を走っている。富士の木1.2丁目の境界は、兵庫県道99号線となっており、伊丹市バスでは、富士の木、天津、イオンモール、伊丹などの停留所を町内に設置している。住居表示を実施しますマイナス12月2日から、北、河原の、天津などで2015年8月、創立70周年を機に本社を、 兵庫県伊丹市に移転決定。ありがとうございます。